皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。今日はジュニア選抜のトーナメント戦だ。とうとう来ちゃった。これがジュニア選抜最後の舞台なんだ。お前の実力を信じている。私は手塚先輩の全てを信じています。そうか、優勝を狙っていくぞ。油断せずに行こう。はい。もう一つの準決勝戦、コートに立っているのは龍馬くんとナミちゃんのペアと戦国先輩と吉川さんのペアか。一体どっちが勝つんだろう。息をつく暇もないほどの一進一退の攻防の末、勝ったのはだよね、龍馬くんとナミちゃんのペア。この二人が私たちの決勝の相手なんだ。うわ、化けてる。このみ先生、よしやるか。プレイ。はい、よし、ラッキー。フィフティーンラブ。でも龍馬くんもさ、手塚先輩と戦えて嬉しいんじゃないのかな。あ、いきなりバギーホイップショット。あ、これ返せないやつ。フィフティーンオール。やるね、ラッキー。30-15。いきます。うわ、やったね。40-15。じゃあ決まれ。変速トップスピン。手塚ペア。な、何？龍馬くん、さっきまでと全然感じが違うよ。すごい気迫を感じる。ユフテハバスマティワーク。なるほどね。そっか、勉強やってないもんね。絶対分かってないな。ああ、分かってないな。もっと勉強しておけばよかった。とにかく今の私にできることは全力でぶつかるのみ。プレイ。はあ、いいね。ラッキー。ラブフィフティーン。部長怖いっす。ちょっとラブサーティ。前衛やっぱ怖いっす。それ。うわ、危な。これでどう。ありがとうございます。ラブフォーティ。やられた。部長返せる？ドロップバレー。オーケー。ちょっと英語が流暢すぎて分かんなかったわ、何が来るのか。ドロップボレーだよね。はあ、おっしゃー。ゲーム、手塚ペア。ゲームセット。なんか審判ちょっと遅かったな。
まあそう悪くないテニスだったんじゃない。次は負けないけど。ちょっとさ、手塚先輩に対する特殊なコメントとかないの？最初あるかなと思ってたのになかったからさ。言ってれば次だって負けないんだから。まあ今日のところはそういうことにしといてあげるよ。100万回に1回の奇跡に免じてね。よくやったな。いいテニスだった。手塚先輩、これって夢ですよね。私とても信じられません。夢などではない。すべて現実だ。振り返って思い出してみろ。あの試合の苦しかった瞬間が、辛かった練習が現実ではないか。お前は今ジュニア選抜の頂点に立った。夢ではない、紛れもない現実だ。まあ、この最後の分、主人公が一番最後に言うセリフだ。はい、ありがとうございました。優勝か、納得のいくテニスもできたし、最高の気分だよね。もうすぐバスが来るし、選抜合宿もいよいよ終わりか。いろいろあったな。ピーターにメール。手塚先輩からだ。わざわざメールなんてどうしたんだろう。コート脇で待ってるって。とにかく行ってみよっと。手塚先輩はいた。手塚先輩どうしたんですか。もうすぐバスが来ますよ。ああ、分かっている。だがその前にお前に伝えておきたいことがある。トーナメントでのプレーは非の打ちどころのない内容だった。俺も学ぶべきことが多かった。手塚先輩、そんな照れちゃいますよ。照れることはない。自信を持て。そして今後も機会があれば俺とペアを組んでもらいたい。いいんですか。はい、私の方こそお願いします。そういえばお前は料理も得意だったな。はい、めちゃくちゃ得意です。つまみ食いしたでしょ。いつかお前の手作り弁当を食べてみたいものだ。おお、いいですよ。何ですか、うな茶定食ですか。お安いご用ですよ。腕によりをかけて作りますから。あ、この場合はうな茶弁当か。そういうのあんのかな。声楽テニス部を頼むぞ。お前の実力ならば安心して後を委ねることができる。越前と二人、声楽の柱になれ。あ、二人で。はい。ところでお前は女性としても魅力的な。俺の好みのタイプというか。そうなんですか。何ですか突然。いや、卒業前の最後の機会だ。思っていたことは伝えようと、そう思っただけだ。うわ、ずる。何それ、卒業前の最後の機会ってさ、何それ。卒業してからも会ってくれるよね。一生のお別れじゃないよね。はい、これで合宿も終わり。明日はいよいよ卒業式だ。卒業の前にこれだけは伝えておきたいと思っていたんだが。はい。これからもお前と同じ時間を共有したいと思っている。お前さえ良ければ。これさ、告白？プロポーズ？何？告白？好きって言わない告白？何それ、ずる。人間としてもプレイヤーとしても、そして女性としても、俺にとってお前は貴重な存在だ。うわ、熱い熱い。完全にこれは告白だ。好きと言わない告白、そういうの私許せないけど、いい、すっごい、これはいい。これからもどうかよろしく頼む。もうこちらこそ。はい、こちらこそよろしくお願いします。おお、いやー、それにしても手塚先輩、釣りスタイルもよく似合いますよね。おお、いいね。このルアーは大井先輩からもらったやつかな。あ、そういえば
あのエンディングを今まで飛ばしてたんですけれども、私今回初めてラッシュ&ドリームのエンディングを聞きました。あのスウェット&ティアーズのエンディングはあのカラオケの曲がエンディングになってたんで、もしかしてこっちもそうじゃないのかなって初めて聞いたんですけど、やっぱりそうでした。あの不動峰のカラオケのイベントとエンディング同じ曲でした。早めにエンディング見とけよかったな。そしたら不動峰のカラオケちゃんと歌えたはずなのに。あーすいませんね手塚先輩。お前こそなかなかの手際だな。感心したぞ。私は田舎の山奥育ちですから、山登りとかキャンプとか釣りとかそういうことは一通りできるんです。おお、手塚先輩の趣味と全く同じやん。まあ趣味というよりかは実生活っていう感じですけど、は指定しちゃったよ。そうか、そういえばそうだったな。てっきり私が得意だから釣りに誘われたんだと思ってたんですけど、違ったんですか？釣りはいい。こうして静かで雄大な自然の中に身を委ねていると、悩みも不安も小さなものに思えてくる。そんなもんですかね。フライフィッシングと何か違いますか？はい。こうしていると心が洗われ、気持ちが落ち着いてくる。はあ。俺がお前を誘ったのは、お前だから。え？くつろげる場所であるここに、一緒に来たいと思える相手は、お前だけだ。うわ、部長！部長！え、私たち付き合ってんの？手塚先輩。そういうわけだ。今日は大いに釣りを楽しみ、日頃の疲れを癒すとしよう。はい、私めちゃめちゃ釣っちゃいますよ。負けませんよ。うん、油断せずに釣ろう。この釣った魚どうすんだろう。リリースでもすんのかな、それとも焼き魚にすんのかな。こうして私は合宿が終わってからも充実な日々を送っている。声楽テニス部に入部した時はたった1年でこんな風になるなんて思ってもみなかったから、時々夢を見てるんじゃないかと思うこともあるけど、これは紛れもない現実なんだ。私が自分の汗と自分の努力で勝ち取った紛れもない現実なんだよね。あれ、どっかで聞いたことあるな。なんか低っ。32607。え、好感度が低いか。あれか、スマッシュ練習やってなかったからか、あんまり。それか勉強がすっごい低かったからか。いや、平等には難しいよ。ダンちゃんの時でさえもさ、なんか平等にするの大変だったのに。新密路ポイントだからやっぱりスマッシュ練習か？でもスマッシュ練習だけに偏るとね、ウェイトで、鳥取さんペアに負けちゃうんだよね。まあ負けたことないですけども。はい、無事手塚先輩を攻略することができました。いや、部長、最後のはどういう意味だったんですかね？私たち知らない間に付き合ってたんですかね？まあ女はね、なんか言葉がないと、不安になるって言うんですけども、まあこの二人は言葉がなくても幸せかな。うん。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。